南條ヨシノ N のラジオ。どうもこんにちは、南條ヨシノです。新しい週の始まり、いろんな話題でおしゃべりしながら、みんなでこの1週間に立ち向かう元気を手に入れようという、とっても前向きになる予定のラジオ、それが N のラジオです。11月13日、いい13日。今月そうよ、もういい13日の日なんだから、今日悪い13日もあんのかいって感じだけど、今日はいい13日の日なんでね、皆さんいい日でしたか？雑かいよ。まあ着実にね、年末に向けて時間は進んでいるというところでございますけども、アルバムの、まあ、レコーディング自体は終了いたしまして、今もろもろ大詰めに詰めていて、まあ、私は割ともう作業はほぼほぼお任せにしちゃってるんですけど、それでも若干まだてんやわんや残っているという状況でございますが、時間はね、眠っていても進んでいきますので、発売もされるでしょうといったところで、ちょっとこう今日はね、映像で、見れる方はぜひ見てほしいなと思っているんですけど、映像の方でね、すでに今日見てくれてる方はこの匂わせ気づいていますか？匂わせ匂いますか？ちょっとね、グッズの紹介、10周年記念ライブの、グッズの紹介、まだサンプルの状態なので、本ちゃんではない、開発段階の直しがまだ入ってる状態のものなんですが、とりあえず今日手元にあるものを、持ってきてもらいましたので紹介したいなと思っています。楽しみにしていてください。今日も皆様ハッシュタグ N のラジオをつけて、欲しいグッズとかをポストしてください。それでは始めていきましょう。南條ヨシノ N のラジオ、今日もお付き合いよろしくお願いします。吉野 N のラジオ。改めまして、南條ヨシノです。次の日曜日にはアニマックスミュージックスもあったりするんですけど、そのお話もね、もうちょっと先かな、いやしたいと思ってますので、行くよという方はお便りとかね、ぜひぜひ送ってほしいなと思います。じゃあ早速10周年記念ライブのグッズ紹介していきましょうかね。今通販してるんですけど、その締め切りが11月17日23時59分までとなってるので、まあ、若干でも参考になったらいいなと思います。こんな一覧がね、もう発表はされているんですけど、ちょっとこれを元にお話ししていきます。まずパンフレット、まあ、10周年記念ライブなので、ちょっと10周年の軌跡みたいな、まあ、10周年を迎えるまでに至った南條さんの軌跡っていうのを振り返ってみようかっていうので、まあ、振り返り企画みたいなの散々やったので、違うとこから見てみようというところでですね、上京してきてからの思い出の地巡りみたいなのを今回しています。そうですね、昔のデビュー当時の私のこと知ってる方とか見たらちょっと笑っちゃう場所シーンとかもあるかなみたいなところとか、あと養成所行ってる時、養成所じゃない、専門学校行ってる時にここで練習してましたみたいなとか、あとはね、なけなしのお金をはたいて買った焼きおにぎりがあったんだけど、公園で食べようと思って行ったら、周りカラスに囲まれて圧をかけられ、あーみたいな言われて、テーブルにカラスも来るし、あーって来るから、あどうぞって言って、なけなしのお金をはたいて買った焼きおにぎりをプレゼントした悲しいエピソードがあるんだけど、その場所にも行ってみたり、公園に多分この辺っていう、私はその焼きおにぎりリベンジをしたかったんだけど、もうね、焼きおにぎりは売ってなくって、代わりに餅が売ってたんだよね。餅好きじゃん。だから餅を買ってただ普通に食べるっていう、
カラス来ましたけどね、私の方が圧が強かったのかと思わずに、ね、あのもう今の年となっては見られてましたけど、そんな振り返りをしたり、撮り下ろし の、まあその振り返りだけじゃなく、まあ、今の南條さんも撮ってみようみたいなページがあったりするパンフレットになってございます。そして、ビッグシルエット T シャツというものが、2種類で出ます。今回あのファン&メモリーズって言って 2days で、まあ、違う曲やろうみたいなコンセプトがあるんですけど、まあ、それにのっとってファンネイビーというカラーとメモリーズピンクっていう可愛い名前でしょそれぞれの、日にちに合わせたようなカラーリングで2種類 T シャツ出るんですけど、あのビッグシルエット T シャツなので結構大きいサイズので、厚手の T シャツになっています。うちのライブだと、あれ何の時だっけジャニトラガチャジャニトラジャニトラのツアーの時に出したビッグシルエット T シャツ、水色のやつがあるんだけど、あの企画で、作っていまして、で袖の部分とかはあのちゃんとね、色を一からというか染めて、オリジナルカラーでね作っておりますので、着心地もいいし、まあ、デザインもね、あのネイビーとピンクで、あ違う違う違う、ファンネイビーとメモリーズピンクで可愛くなってますので、はい、よかったらゲットしてみてください。そして、マフラータオルですね。まあ、今更ですけどファンネイビーブルーですね青色、メモリーズピンク、あのピンクですね、マゼンダっぽい色なんですけど、その2色をちゃん、あの折りなしたタオルになっているんですけど、これ開発段階のものなので、ちょっとあのちょっとね赤黒に近くなっちゃったなって言ってリテイク中です。これ逆か、10になってる、わ可愛くない、この時点で。でこれの色がもうちょっと黒っぽいところがネイビーっぽくなり、今赤っぽいところがもうちょっとピンク寄りになるっていうね、紺色と赤の組み合わせ可愛いので、ぜひこちら、今公開されてる画像の方をね参考にしていただければと思うんですけど、こんなサイズ感で可愛らしいマフラータオルになっています。ジャガード織りですね、なってるので、おしゃれなタオルです。チェックしてください。そしてアニバーサリーライト、うちのとんでもライトですあ、これ5周年の時のはない、持ってきてないですか、5周年のライト持ってきてないですかね、はいこれが5周年、あ、黒い服を着てきてよかったですね、はい、5周年の時はこの5って入れていまして、でちょっとクリスマスの時期の開催だったのでハンドベルっぽさもあるんですけど、実はこうひっくり返すとシャンパンボトルみたいな、おめでとうっていうね感じで、ちゃんとラッピングも酒みたいに包んだんですけど、これが5周年の時でした。で10周年のはまだこれ 3D プリンターでの、こんな感じの前のこんな感じぐらいのラフなので、色が全然違うものをお見せしますよ。色が全然違うんですけどこんな感じで、このね今ね D みたいに見えてるところが10になるんですけど、この辺もちょっと見やすくなります、なる予定です。でこいつの何がすごいかっていうのは、このね10の中にスノードームみたいなキラキラの液体が入りますこれまだ 3D プリンターなので、その、サンプルがまだやれないんですけど、だからこうやるとキラキラみたいなのがね、なんでも一生サンプルのサンプルで私は一生遊べましたすごいみたいな。でもちろんカラーもねつきます。いつもうちで言ってるパカパカとじわじわっていう色がカチカチ変わるのと、グラデーションで変わるのもつくはず、つくつくね。で色は13色変わったりします。でファン&メモリーズなので、今ないですけどストラップ2色つきます。ピンクのと青いのねつきますので、あこれがパカパカですね、色が変わるですとか、そんなとんでもこれがじわじわです。いやマジ黒いの着てきてよかったわ。でここで中ちゃんとねこうなるっていう、タイニーウィンターストーリーの時にはやりたかったけど、まだその技術がなかった、最新技術を取り入れた
とんでもライトになっています。で 5周年の時はこの横がねシルバーだったんですけど、今回はゴールドで並べても可愛いので、ほらもうオペアみたいな感じでねオペアみたいな感じ作りましたので、ぜひチェックしてください。でトレーディング缶バッジ、このね南條の写真がついているバッジが4種類ね。でロゴの缶バッジが1種類ずつ2色ありますので、これ、まあ、トレーディングで、まあ、好きなの出るまでやるか、お友達と交換するか、お友達がいない人は知らない人と交換するかしてください。でこのキラキラのねロゴのやつはキラキラ加工になってますので、なんせキラキラが大好きな私、はい、このロゴのやつも私はおすすめです。さあ続きまして、何ぞやと思われた方もいると思うんですけど、アクリルスタンドお座り名前変えればよかったな。アクリル、うん、私が今つけたアクリルスタンドお座り普通にこのねアクリルスタンドとしてもなるんですけど、ここになんかのさらにもう一つプレートがついていまして、その付属プレートをつけますと、なんとねお座り型に変形するという、なんともとんでもないアクリルスタンドお座りです。このなんていうんですかね、中腹部分につけたオプションのプレートをテーブルなどに引っ掛けますと、南條佳乃がなんとテーブルにお座りするという、モニター、 PC モニターとかの上にもつきました、つくかな、ちょっとテレビのとこつきますか、つくわで見せられないけどつくテレビのモニターの上とかにも座る、はい、アクリルスタンドお座りスタンドしてないアクリルお座りこんなのも出たりします、はい、そしてエンブレムピンバッジ、ちなみにこれ5周年の時に出したものもあるんですけど、結構ね重厚な作りになっているピンバッジなんですが、まあ、今回このロゴもバージョンアップしたというかランクが上がった感じになって豪華になっております。これもね5周年のはもう今回出ないですよ、出ないですけど、10周年のこんな感じになってますので、ちゃんとゴールド部分がピカピカしてたり重厚な作りになっております。これは私は言わないようにしようと思ってたけど、どうしてもやっぱ言いたいことも一つありまして、都合が悪かったらカットされますが、裏面を見ると日本の某有名なアニメーションのなんとかさ、いろんな見方がありますカットされたかな、そのピンバッジも失礼ございます。次、リバイバルグッズっていう過去を作った、ツアーグッズの人気投票みたいなのもしたんですけど、それも参考にさせていただきまして、人気高かったものを今回、まあ、10周年記念なのでリバイバル、もう一度ちょっとデザインを変えて販売しようという、企画がございます。そのうちの一つが N ツアーの時に出した、まあ、いわゆるドンキと言われているツアーライトがございましてね、はい、当時は持ち手の部分が黒かったんですけど、その N のツアーは白と黒が結構テーマカラーになっていたので、今回は白、ね、色違いバージョン出させていただきます。で当時ねストラップをつけるのがうちのグッズ担当グッズ大臣が忘れてしまいまして猛反省をしておりましたので、今回はちゃんとストラップもつきますはい。でリバイバルグッズ、次はリングパーカー、リングツアーの時に出した私もお気に入りのパーカーがあるんですけど、これが当時のものです。もう結構私も楽屋着で着てたりしてたので年季入ってるんですけど、こんな感じの、まあ、黒地にね、このホログラムっぽい加工を施したパーカー、これ背中面なんですけどがありまして、まあ、表面はねもうこれ凝ってまして、刺繍とかもリングなのでリングの先っちょにあるような、ダイヤモンドをねイメージした刺繍とかもしてあるんですけど、まあ、こんなリングパーカーが当時のもので、今回のものはよいしょ、このホログラム部分がバージョンアップしてさらにキラキラが増しております。でこれ今監修中なんですけど、洗濯するとボロボロ落ちる説がありまして、こんなイメージなんだけどもうちょっと落ちにくい柄に変わる
かもという、今最後の詰めをねしておりますので、ちょっとでもこんな感じでキラキラ光るのは変わらずです。でボディの色も当時のは黒だったんですけど、これはあのめちゃくちゃ濃いネイビーです。パッと見わからないと思うんだけど、まあ、なのですごい着やすいと思う。ちょっとわかるね、はあ、だからおしゃれ度がねちょっと増してるかなと思います。技術がいろいろ進歩しているんですね。で刺繍部分ももちろんつける予定なんですけど、ちょっとこれサンプルなのでまだございませんが、こんな感じのリバイバルグッズリングパーカーとなっております。でリバイバルグッズハンカチーフ奏で歌っていう、京都であのオーケストラコンサートやった時に出したねハンケチーフ出したんですけど、これもカラーが全く逆ですね上と下が逆ですねはい見えてるかなはい、カラーも変えまして素材感も変わっております。すごい透け感のある素敵なね軽やかなハンカチーフになってございますので、ぜひチェックしてください。クシャー、そして最後です。衣装ラバースト、これ過去 の, あのライブの、ね、衣装をラバーストラップにする、続きものがあるんですけど、その今回はメモリーズアパートメントツアーの時のものとタイニーウィンターストーリーツアーの時のものが衣装ラバースト化です。今回手元に今あるのはメモリーズアパートメントのツアーの時のものなんですが、ものすごくねあのラバーストラップってこんな精巧な線作れるんだっていうぐらい細かいところまで再現されておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。こちら、人気商品でございますはい、といったところで本当ゆっくりちょっとグッズの紹介させてもらいましたけど、事前通販の、締め切り11月17日までとなっておりますので、欲しいよという商品決まってる方はぜひぜひね利用してほしいなと思いますし、当日も販売はありますが、どれがどのぐらい早く売り切れちゃったりするかというのはちょっとわからないので、なるべくあの事前通販ご利用いただけるとありがたいなからなっていう感じですっていうところで、まあ、パッと見結構まあ普通のラインナップじゃんみたいな感じで思う方もいらっしゃる、首をかしげましたいるかもしれませんが、まあ、一個一個ちゃんと見ていくとなんか変なものいっぱい作ってるなとかね、はい、とんでもライトじゃないです、テンスアニバーサリーライトですとか、マフラータオルもねジャガー通りになってるの結構珍しいかなっていうところもありますし、T シャツも普通の T シャツではなく今回ビッグシルエット T シャツだったり、アクリルスタンドお座りがあったりとかねいい言いたいのよ、アクリルスタンドお座りニョロもすずにもうワンちゃんに言うみたいな、た何お座り伏せ立てってないねないねそういえば、はい、まあ、そんな感じでいろいろライブももちろん楽しんでほしいんですけど、グッズも楽しんでほしいなというところで、頑張って作りました。よろしくお願いいたします。お便りもいただいているので紹介したいと思います。花粉さんからいただきました、ありがとうございます。南條吉野様こんばんは。こんばんは。先日テンスアニバーサリーライブファン&メモリーズのグッズ通信販売がスタートしました。私のような新参者のファンにはリバイバルグッズの販売は嬉しい限りです。いや嬉しいですね、こうやって手に取ってもらえるのは。X で一つずつ素材感とかまで紹介したいとおっしゃっておりましたが、それを待たずして結局どのグッズも欲しくなり全商品カートに投入して、わお、それなりの金額にはなりましたが、このために資金を用意していたので深く考えることなく購入ボタンを押しました商品が届く日とライブ当日を心待ちにしております。いやありがとうございます。サーブルさん、南條さんこんばんは。こんばんは。テンスアニバーサリーライブのグッズのラインナップが、はい、発表されましたね。パンフレット、スマートフォンケース、そしてテンスアニバーサリーライトなど素敵なグッズがある中、個人的に特に嬉しいのはリバイバルグッズです。特に南條オタクたちにドンキと称されている N ライト、そして南條さんが今でも愛用されているというリングパーカーは南條さんソロのライブ
ライブ初参加がメモパツアーの私にとって憧れの品々。そう、メモパツアーの時はもっとね過去のツアーだったので手に入らなかったんですね。今でも南條さんのライブやイベントで手に持っておられたり身につけている方を見るたびにいいな欲しいなと思っていたところ、今回の朗報嬉しくてたまりません。テンスアニバーサリーライブはリングパーカーを身につけ N ライト、そしてテンスアニバーサリーライトを両手に持って参加させていただきます。重装備今年も素敵なグッズをご用意いただきありがとうございました。ということで嬉しい、ありがとうございます。リバイバルグッズはでもとはいえその当時ゲットした方がなんだよ当時頑張ってゲットしたのにっていう気持ちにはもちろんなってほしくないから、リバイバルっていうロゴがね入っていたりとかデザインがちょっとずつ違うっていうのはそのためです。あの人当時のオリジナル持ってらっしゃるみたいなところはあるとやっぱ嬉しいじゃないですか。まあ、なので当時のものも当時のもので大事にしていただきたいですし、リバイバルはリバイバルでこうして楽しんでもらえると嬉しいなと思っているところです。あとねそうできたら、まあ、ラジオで言うことじゃないけどインスタライブとかでももうちょっと細かいところまで見せたりねできたらいいななんて思ってはいるんですけど、ちょっとサンプルの上がりがね通販中に間に合うかちょっとわからないので期待せずに、見れたらラッキーぐらいな気持ちで言っていただけると嬉しいなと思います。続いてのお便り、ゆず猫さんありがとうございます。千のゲーマーズのオンラインサイン会のサインが届いた嬉しさでメールを書いています。私は仕事でリアルタイムで見ることができなかったのでアーカイブで視聴しました。自分が呼ばれる周辺で名前を書く位置を迷走しており、南條さんのサインに珍しい気がする、名前が縦書きになっているものが手元に届きました。そうなの、なんか書くスペースが難しくって縦書きありかなって言って書いてみたんだけど、いや縦じゃなくていいなみたいな、結構だからねレアなレアなものですよこれ。嬉しくて小躍りして小躍りをしたら味噌汁を iPad にぶちまけたので片付けのためここで失礼します。大変嬉しかったですiPad を引き換えに無事だったんでしょうかね。いやレアなねもう全部レア、全部レアだけど、あの変な縦書きな、はい、サインをゲットしてくださったご報告のお便りでした。ありがとうございます。そうサイン会なんですけど12月10日に開催予定のアニメートさんのサイン会の応募受付はまだやっておりまして、その受付がなんと本日 E13 日の23時59分までとなっておりますのであと少しです迷っている方いましたらこの後曲流すのでその間にぜひ応募してみてくださいということで、これからも私への質問疑問やってほしいことなど何でも OK です。お便りお待ちしています。それではここで1曲お届けしましょう。あのサイン会応募チャンスです。サイン会ありましたのでねこちらの曲聴いてください。南條佳乃で1000。
よしのエノのラジオ。お送りしてきました南條よしの N のラジオ、今日の放送もエンディングの時間です。この番組ではメールを大募集中、私への質問から要望希望最近あったことやコーナー宛てなどどんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは nraji@joqr.net nraji@joqr.net です。また番組 X もあります。 N のラジオで検索してぜひフォローしてくださいまだ慣れないな。ここで南條よしのからのお知らせです。現在放送中のテレビアニメ冒険者になりたいと都に出ていった娘が S ランクになってたのオープニング主題歌1000を収録した14枚目のシングルが発売中です。各社配信サービスでも配信中です。そしてシングル発売のサイン会を開催いたします。12月10日日曜日に開催予定のアニメートさんの応募締め切りは11月13日月曜日23時59分までとなります。もう間に合わないでしょうか。応募してくださっていたらいいな。詳しくはアニメートの、イベント情報ページをご確認ください。そして12月13日にニューアルバム The Fantastic Garden のリリースが決定いたしました、エレメンツガーデンさんとのコラボアルバムになっています。初回限定版の特典映像には、ライブ映像南條よしのライブツアー2022アタイニーウィンターストーリーの埼玉公演、南條よしのライブツアー2023ジャーニーズトランクの立川公演、そして南條ひとまシーズン7などが収録されています。さらに NBC 公式オンラインショップアニバーサルでは2種類のグッズ付き限定商品の発売が決定いたしました。一つは特製フォトパネルやアクリルキーホルダーなどが付属するフォトパネルセット、そしてもう一つはラーメン丼やランチョンマット、アクリルスタンドキーホルダーなどが付属するメンジョルのセットです。詳細はアニバーサル商品ページにてご確認ください。12月23日土曜日、24日日曜日には静岡県富士市文化会館ロゼシアター大ホールにて10周年記念ライブ南條よしの 10th Anniversary Live Fun & Memories の開催が決定いたしております。今日からチケットプレイガイド選考がスタートしました。チケットや今日紹介したグッズの詳細などは特設サイトなどをご確認ください。そして11月18日今週末ですねには、横浜アリーナにて開催されるアニマックスミュージックス2023に、2024年1月8日にはピアアリーナ MM で開催されるフリップサイド 20th Anniversary Festival 2023 All Phases Assembled にそれぞれ出演いたします。詳細は公式サイトをご確認ください。最後に連載のお知らせです。クイックジャパンウェブカメラ部の連載、日曜日を私南條よしのが担当しています。こちらもぜひご覧ください。そしてこの番組のアーカイブですが YouTube の南條よしのオフィシャル YouTube チャンネルに次の土曜日21時頃にアップされます。ぜひこちらもお楽しみください。ということで今日はねもうゆっくりじっくり、グッズについてお話しさせていただきました。まだちょっとサンプルの状態なので本ちゃんのものではないんですけど、参考にしていただければと思いますし、今週末にはアニマックスミュージックスが、ありますので、ぜひね一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は南條よしのでした。今週も1週間頑張りましょう。またね。星が与えた答え